はい、皆さんこんにちは。ペン回しパフォーマー K です。一から始めるペン回し講座、今回はパームサイドミラードパワーパスやっていきましょう。はい、パワーパスシリーズ7つ目の技でございます。現状パワーパスって主に8種類やり方があるんですね。で、この8種類の中でも特にこのパームサイドのミラード、パームサイドミラードパワーパスとパームサイドミラードパワーパスリバース、この2種類がですね、他のパワーパスに比べて極端に難易度が高いです。皆さん心してかかりましょう。それではまずはお手本動画ご覧ください。はい、こんな感じの技ですね。もう見た目できつそうなのがわかるんじゃないかなと思います。動き的には指を曲げながら下っていく動きになりますね。まずはね、これ動きを正確に理解する必要があります。同じようにこうやって反対の手でペンを持って動かしてみましょう。はい、まず最初のペンの位置、ここですね。人差し指が真ん中に来る感じで、第一関節のあたりに置いてください。で、こっから人差し指を曲げて、それと同時にペンが回ります。で、ここに行きますね。人差し指の背中と中指の腹に乗ってる状態で、ここからちょっとこっち側を持ち直して、で、中指を今度曲げて、これがこっち側に来ますと。で、さらに薬指曲げて、これがこっち側に来て完成ですね。はい、動きが分かったら練習法をやっていきましょう。まずこのパワーパスへの入り方なんですけど、基本的にはどういう動きから入ってもよくて、お手本でやってるように親指でこう弾いてもいいですし、僕が最初習得した時はシメトリカルシャドウから勢いつけましたね。あとはフェイクトソニックから入るっていう人もいると思います。ただ個人的に覚えやすいのはこの親指で弾くタイプだと思うんで、これで練習していきましょう。まずはこの親指で弾く動きですね。この動きから。はい、この動き以前解説したいて座トリックでも練習法に入ってたんですけど、親指人差し指で持って横方向に回転させるシメトリカルガンマンリバースですね。これを指を開いてやって、ここで止める感じです。こうですね。これ自体は別にそんなに難しくないと思います。はい、この動きをやるのと同時にですね、人差し指をこんな感じで曲げるんですね。はい、そうするとこっち側に流れるように動かせると思います。で、今落っこっちゃいましたけど、これを薬指のところで止めます。はい、そうするとここまでいけます。はい、こういう感じですね。ちょっとね、僕なんかやるとこう小指が変な形になっちゃうんですけど、あんまり気にしないでください。で、うまく決めるためにポイントが3つあります。まず1つは指の根元でやらないことですね。指の根元の方でやるともうなんかもうどうしようもなくなります。第一関節のあたりか、気持ちそれより指先側でやってあげるといい感じになると思います。そしてポイント2つ目、ここがめっちゃ大事なんですけど、手の角度をこっちに傾けてください。親指側です。親指側に傾ける。これちょっとでもこっち向いてるとね、もうすぐ落っこっちゃうんで、結構しっかりこっち側意識しちゃっていいです。で、3つ目が、最初にこの勢いつけるときに結構強めにやっちゃっていいです。なんかこう慎重にやってこういう感じにやろうとすると全然回ってくれないんで、しっかり最初思いっきり勢いつけてください。この3つのポイントを押さえると結構入りやすくなると思います。はい、で、こっからのこの小指まで行きたい方、頑張りましょう。ちょっとこれに関しては頑張るしかない。もう今のポイントを押さえて、中指、薬指って順番に閉じていくと、ここに入ってきてくれます。結構よくあるのが、こう、飛ばしていっちゃうことがありますね。なんで、この状態をしっかり作ってあげないとなかなか難しいかなと思います。あとはもう力加減とか、指を閉じるタイミングとかを意識して調整していくしかないですね。はい、で、今の見てたらわかると思うんですけど、最初のこの弾き方をしちゃうと、親指がどうしてもこう巻き込まれちゃうんですね。頑張ってこう戻すことはできなくはないんですけど、結構難しくて、この手の形とかも気になるって方はフェイクトソニックとかから入れるようにしてあげるといいと思います。公式 LINE 登録してね。はい、パームサイドミラードパワーパス、いかがだったでしょうか。まあ技自体の難易度が高い分、フリースタイルに入れるのかなり難しいんですけど、逆に言えばこの技使いこなせれば目を引く動きになるかもしれませんね。はい、ということで今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。K プロデュースのペン回し専用ペンが登場。解説本も販売中です。
詳しくは概要欄をチェック。